J の英語スキルブースター。こんにちは、 J こと早川浩司です。こんにちは、アシスタントのあきです。この番組は旅行や仕事で英語を使えるようになりたい方、 TOEIC などの資格試験の勉強をしている方、英語学習へのモチベーションを高めたい方にスキルアップのコツをお伝えしていく番組です。J さん、今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。前回英語実践ミッションポッシブル1というお話をしました、はい、で前回のミッションポッシブル1は、まあ、身の回りを英語モードにしてしまうということで、まあ、スマホだったり電子機器を英語モード、表示を英語に変えてしまいましょうという話したんですけども、今回はですね、ミッションポッシブル2としてですね、英会話レッスンを取り上げたいと思います。で、すでにもう英会話レッスン受けている方もいらっしゃると思いますし、ちょっと興味あるんだけど、なかなかまだ、始めるきっかけがないなとか、その勇気がないなとかって、いう方もいらっしゃるかもしれませんので、ぜひ、いつか始めたいなと思っている方は、体験レッスンからですね、うん、無料で体験レッスン受けられますので、まあ、そこから始めるといいかなと思うんですけど、あきさん、英会話レッスン、まあ、オンライン英会話レッスンにも、なんかいろんなのがありますよね。はい、今多いですよね。いろんな会社がやってると思います。そうですね。なので、まあ、その分もうほとんどの、オンラインレッスン、体験、無料体験レッスンから受けられますからね。はい。で、例えばフィリピン人の方の英会話っていうのもありますし、ネイティブアメリカ人、イギリス人、オーストラリア人、ニュージーランド人という感じの、まあ、ネイティブの英会話っていうのもあるので、そこは、まあ、ニーズに合わせて選ばれるのがいいかなと思うんですけど、はい、で、まあ、いろんな会社もありますし、レッスンの形態としても、なんか教材が決まっているものもあれば、決まってないものもあったりしますよね。多分そう、いろいろ選べるように、なんかどの会社もなってそうですよね。そうですよね。教材たくさん用意されてる部分もあり、で、自由会話もできるような感じになってたり、みたいな感じですかね、うん。そうですね。で、テーマもなんかいろいろ選べたりっていう場合もあると思うので、はい、もうそれこそ、自分に合ったものを見つけるために、いろんな無料体験レッスン受けていくといいかなと思うんですけど、ただ、どうしてもこう、英会話レッスンとか、まあ、レッスンをってなったら、まあ、コロケーション的にはレッスンを受けるっていう、動詞は受けるになることが多いと思うんですよね。そうですね、うん、はい、でレッスンを受けるの受けるっていう、まあ、漢字受動体の受ですよね。ということはなんかこう受動的なニュアンスが出てくるのかなって思うんですけど、まあ、もちろんそれはそれで、いいとは思うんですけどね。でも、まあ、ミッションポッシブル2としてはまあ前回は表示変えるだけで本当に簡単でしたけども、はい、今回は英会話レッスンを受けるっていう表現から英会話レッスンを活用するっていう、ちょっと表現を変えたいなっていうふうに、そうですね、思ってます。じゃあ何が違うかというと、まあ、受けるなのでこれは受動的な感じで、活用するなのでこれは生かす方ですね、はい、なのでちょっとこう能動的な感じがします。じゃあどういうふうに能動的に受けるかというと、まあ、受けるって今言っちゃいましたけどね活用するかというと、自分には何が必要なのかとか、どういう英語を話したいのかとか、どういうテーマを話したいのかっていうのを、これを自分で決めてしまうっていう、中から選ぶのではなくて、もう自分で決めてこれについて話したいっていうのを決めることによって、こう自主性が出ますよね。少し出ますよね。人を任せに先生が勝手に喋ってくれるでしょっていうところからは抜け出せますよね。そうですね。で、こう、受動的に受けてると、あ、今日の面白かったとか、つまんなかったとか。確かになりますね。お客さん的な感想になってしまうんですけど、確かに。こう主体的に、能動的に臨むことによって、まあ、もちろん面白かった、つまんなかったっていうのはあるかもしれないですけど、うまくできた、うまくできなかった。うまくできたとしたらなぜうまくできたのか、うまくできなかったとしたらなぜうまくできなかったのかっていうのを振り返りにも使えるんですよね。
ああ、そうですね。自分事として一気に捉えるようになりますね。そうですね。その方が。はい。まあ、そういった意味では前回の名言にありましたけれども、テストが最初にあって、レッスンが後にあると、後に来るというのがありましたけれども、うん、まあ、やってみてできたとか、やってみてできなかった。じゃあできた理由は何か。で、もっとさらにできるようにするにはどうしたらいいのかとか、うん、できなかった理由は何なのか、うまくできるようにするためには何が必要なのかっていうような、まあ、レッスンを、まあ、英会話レッスンの中でのレッスンというよりは、そこをテストとして使ってしまって、その振り返りをレッスンにしてしまうっていうことも、この能動的に活用する良さかなと思うんですよね。そうですね。もちろんこうお仕事で英語を使われている方は、この使い方の方が伸びると思いますし、ただ用意されているレッスンを受けるよりもですね、ご自身が必要なものをしっかり並べて組み立てていって、まあ、それをレッスンの中で、まあ、実践してみるとかですよね、はい、の方が伸びますし、ただ、まあ、今英語は特に仕事では使ってないし、生活でも使ってないという方も、どういう場面で使えるようになりたいかっていうのを先に用意することによって、じゃあそのためにはどういう英語を身につけなきゃいけないのかっていうのが見えてきますよね。そうですね。まあ、例えばどんなのがあるかというと、どんなのありますかね。なんか例えば日常的な話がしたいっていう漠然とした目標でも、まあ、とりあえずじゃあ一日のことを喋れるようになろうってなった時に、例えば日記みたいな感じでとりあえず用意して、それを先生に伝えてみて通じるかどうかやってみるとかっていう感じでもいいと思うんですよね。そうですね、まあ、そこは、もちろんこうこれができるようになりたいっていうのと、あと現在地っていうのもやっぱあると思うので、それあまりこうかけ離れてると、例えば、はい、なんでしょうね、原稿を見ずに英語でプレゼンをしたいけど、今は自己紹介ぐらいしかできないっていう場合はちょっとかけ離れているので、そのステップとして、その真ん中に、じゃあそのプレゼンできるようにするためには一体どういう要素が必要なのかっていうのをこういくつかレベル別にこう書き出してみて、まずはスモールステップで、まあ、自己紹介しかできないのであれば、まあ、自分のことなら話せるけど、少し自分を離れたところのことはちょっと話せないなってなった場合には、何かその自分のことを離れた部分を話す練習をするとか、あと何でしょうね、自分の意見を伝えるっていうのが苦手っていう場合は、まず何かテーマを決めて、それに対する意見を書き出してみて、それを何回か練習して、でレッスンの場で実践してみて、フィードバックを受けるとかっていうこともできますもんね。そうですね、なんか活用するってまさにそんな感じですよね。準備したものを披露してみてどうなのかっていう感じで活用できますね。そうですね。そうするとレッスンの時間が例えば25分だったとしても、その準備で多分25分以上は使うので。そうですね、それがでも一番伸びますよね。その25分伸びます。学習の時間とするのではなくて、25分は実践の時間であって、その前にどれだけその実践のための準備ができるかっていうところですもんね。そうですね。それを考えると、スポーツとか楽器の演奏とかに近いですよね。ああ、確かに。その25分の英会話レッスンの場というのは、まあコーチとか監督に見てもらう時間みたいな、フィードバックをもらう時間で、そのためには準備ゼロで臨むよりも、でその準備の仕方をそこで学ぶよりも、しっかり準備をして、でここまでできるようになりました、あと何が足りませんかっていうのを見てもらう場にした方が、まあ、その後にもつながりますし、そのたった25分ですけど、25分以上の価値を生み出すことができますよね。そうですね。なんかアキさんの中で英会話レッスン、こうやって活用するといいなとか、こう活用するのがおすすめみたいな、アドバイスされていることとか、まあ、ご自身で実践されていることでもいいですし、なんかそういうのってありますか？はい、私は割とその時間に余裕があるときは準備するタイプなんですよね。でなので例えばですね、なんだろう、そこの教材をじゃあ読んでみてください
ていう読んでみて、で、いくつかの質問に答えましょうみたいなセッションも25分の中にはあったりするんですね、教材によっては。うん、でも、それってわざわざ先生とやることなのかなって思ったりするんですよ。別に自分で最初から読んどいて、で、あとはその、Q&A に自分で答えて理解度をチェックしてっていうのは自分でもできるので、それよりもその、例えば記事であれば、その記事に内容に付随するディスカッションをした方が有意義なのかなと思って、なのであらかじめもう自分で読んじゃって、で、25分は丸々ディスカッションに使うみたいなことをやったりしてますね。なので自分でできることは自分でやる。わざわざ25分先生に付き添ってもらう必要があるのかどうかっていうところをちょっと意識しますね。そうですよね。例えば文法正しいかどうかわからないから英語書けないっていう状況だったとしても、うん、レッスン中にそれやるととにかく時間ばっかりかかっちゃいますもんね。そうなんですよね。それよりはとりあえず文法正しいかどうかわかんないけど、まず自分で準備してみて、でそれを何回かこう練習して、でその25分の中で発表して、それに対してフィードバックもらう方が圧倒的に効果的というか、そうですね、まあ、効率的ですし、まあ、自分での作業の時間は結構かかるかもしれませんけど、そうなんですけどね、うん、でも後々考えたらやっぱりそれだけ負荷をかける分得るものも大きいと思うんですよね。大きいですね。で、僕が企業研修でネイティブの先生にお願いしているクラスがあって、それはまさにディスカッションのクラスなんですけど、はい、マンツーマンで、レッスン自体は30分なんですよね。ああ、短いんですね。短いんですね。はい。ただ、この中でいろいろ教えるってなると、やっぱり短すぎるので、事前にそのテーマに関するものを、まあ、記事とかっていうのをお渡しして、で、それに対してそれ読み込んで、うん、で、質問も同時に送るので、ああ。はい。そのディスカッション、それに対してどういうディスカッションをするのか、こういう質問しますよっていうのを事前に送るので、うん、それに対してのもう意見をもう先に作っておいていただくんですよね。ああ、いいですね。そうすると、もう30分しかないレッスンですけど、始まった瞬間からもうディスカッションに入れる。うん、場合によっては分かんない単語とか表現とかあったら、最初に確認をして。うん、まあ、それでもやっぱ5分ぐらいでそこは終わるので、はいはい、あとはもうフルにディスカッション使えますし、最後にまあフィードバックの時間があるので、うん、なんか準備の時間がその中にもう30分の中になくなるんですよね。そうですね。うん、それの方が効率的だと思いますね。そうなんですね。はい。で、ちょっと意見は事前に用意しておきたいなという方は今のやり方ですし、受講生の方によっては、質問は後でいいですっていう、レッスンの後でくださいっていう。より応用的な感じなんですかね。そうですね。その場で意見考えて伝えられる力を、つけたいですっていう方もいらっしゃるので、そうすると記事だけお送りして、なるほど、これに読んで準備しておいてください。うん、で、始まって、まあ、分かんないところとかあれば最初に確認して5分ぐらい確認して、その後はもうディスカッションなんですけど、ただ事前に確認してないのでどういう質問が来るかがまあ分からない状態でですね、はい、なるほど、瞬発力が養われそうですよね。そうですね、試せそうですよね、うん、そうなんですね。でそれがレッスン終わった後でこの質問を今日しましたよっていうのを送って、でさらにそこで復習をするっていう方もいらっしゃるので、いいですね、うん、レッスンの時間たった30分ですけど、実際にそれについて考えてる時間っていうのはそれの数倍あると思うんですよね。そうですね。うん、そうすると本当に25分とか30分って短い時間、レッスンという意味では短い時間ですけども、それを何倍の濃さにすることもできますし、うん、まあ、効果も、数倍にすることができるので、まあ、今回ミッションポッシブル2ですね、まあ、前回かなり楽な感じで表示変えるだけでしたけども、設定変えるだけでしたけども、はい、まあ、今回はちょっと負荷をかけて、はい、ご自身に必要なものを、準備をして、そしてレッスンを受けるっていう、この受動的な感じではなくて、そのレッスンをこう能動的に活用するっていう、形でこう取り組んでいただくと、まあ、これから今すでにオンラインレッスンを受けていて、まあ、なんとなく毎回受けてるだけで終わってるな、楽しかった、つまんなかったで終わってる方は、またちょっとこれ質が変わってくるかなと思いますので、うん、その辺も楽しみながら取り組んでいただけたらと思います。
Useful Expressions。 続いては英語の名言から学ぶお役立ち表現をご紹介いただきます。ジェさん、今回の名言は何でしょうか？はい、今回はプラトウ、まあ、カタカナで言うとプラトンですね、の言葉です。 The first and best victory is to conquer self. The first and best victory is to conquer self. 最も素晴らしい勝利とは自分自身に勝つことである。耳が痛いですね。勝つ難しいですよね。すぐ負けちゃいますからね。負けちゃいます。すぐ負けちゃいますね。勝つ気はあるんですけどね、ついいやー、そうなんですよね。帰ったらもうちょっと仕事しなきゃいけないけど、コンビニに寄ると、まあ、コンビニに寄ってる時点でもう負けてるんですけど、ついビールどれにしようかな、そっちの選択じゃないんだよなっていう、ね、朝日かキリンかオリオンかみたいな、そっちの選択じゃないんだよっていう、そこもうその時点でもうどれを選んでも負けなんですけど、あ、寄ってますからね、はい、コンビニ寄っちゃってるともうそうですよね。そうなんですよね。はい、ので、まあ、自分自身に勝つということで、これなんか勝つためのなんかマインドセットみたいなのってあるんですかね。なんかそれをした後の気持ちを考えたりとかするのってどうですか？あ、でも逆効果なのかな。例えば私、甘いもんとか食べたいなとか、あ、これ食べたいとか、ダイエット中にもかかわらずあるんですけど、うん、でも結局食べたからって別にそんなすごいこう幸福感がバーって上がるかって言うと、まあ別にむしろ罪悪感の方が大きいかなとか思うと、やめとこうかなって思えたりするので、そういうのどうですかね。いいですね、幸福感と罪悪感のを天秤にかけて。そうですね。さあどっちなんだいっていうことですね。どっちなんだい、どっちなんだい、罪悪感みたいな。じゃあやめようってことですね。そんな感じのことをやってるってことです、うん、頭の中で。うん、いいですよね、そういうこう先のことを考えるっていうのは意外といいかもしれないです。そうですね、うん、まあ、あとは宣言してしまうっていうのもありますよね。あ、人に言っちゃう、人の目があると正そうとしますもんね、うん、きっと。まあ言った手前やらないわけにはいかないみたいな。そうですね、ところもありますからね。確かに、うん、まあ、自分自身に勝つって言ってもこう自分一人で戦う必要はないですからね。ああ、仲間を作るとかそういうことですかね。はい、その誰かに言うことによってこの人に嘘つくことになってしまうからやろうとか。そうですね、うん、それ意外と効果あるかもしれないです。うん、と思いますよね、うんうんうん、でどこまで進んだかを、うん、後で伝えますとかって。そうですね、うん、じゃあビール飲んじゃいけないかっていうと別にそういうわけではなくて、はい、別にビール飲みながらでもやってもいいとは思うんですけどね。ただ、うんうん、やれれば。そうですね、あの、うん、自分が決めたことをどこまでできるかっていう、それはまあビール飲みながらやることでなんか楽しくできるのであれば、まあそれはいいと思いますし、うす、ね、うん、甘いもの食べながらできるのであれば、まあ、それはいいと思いますし、ただ幸福感と罪悪感天秤にかけてどっちなんだいで天秤にかけて罪悪感ってなったら、まあ、やめた方がいいってことですよね。意外とそれって想像つくんですよね。なんか後からどう思うかな、うん、あ、罪悪感の方があるかなとか、うん、そうですね。でもそこで例えば罪悪感が勝った、じゃあやめようってなったら、そのやめるっていうのもその時点で自分に勝ってますからね。そうですね、うん、本当に自分自身との勝負が一番大変ですもんね。いや本当そうなんですよ、うん、別に誰から怒られるわけじゃないですしね、はい、葛藤までいけばいいんですけど、あ、すぐもうなんかもうすっと負けるってことありますもんね。いつの間にか負けてるってことですよね。
相撲で言ったら自分から土俵の外出てきましたみたいなありますもんね。あれ出てたっていう、そうそう、ぶつかってもない、ただ出てたっていう。なるほど。あれは何なんでしょうね。戦ってないってことですね。戦ってない、はい、戦う場だとも思わなかったみたいな。まあこれはでも計画不足でしょうね。あーそっか、あそうですよね、計画ありきだから人は葛藤するかもしれないですね、うん、そうですね、遅れちゃうどうしようとか、うんうん、進捗とか、そうですね、はい、なかなか、うん、まあ、僕は昨日負けましたからね、すぐ、はい、昨日あの大学の後輩と食事行ったんですけど、はい、はい、でまあ飲んで食べてカラオケ行って、カラオケ行ってまた飲んで、あまた飲んでって言っても、あのその1回最初の食事と飲むのも1時間半ぐらいなんですよ、はいはいはい、あそうですね、そんな長くない、そんなに食べずそんな飲まないので、うん、でカラオケも1時間ぐらいなので、あ、はい、でその後またちょっと飲んで、だいたいここで終わるんですけど、後輩がラーメン行きませんかってなって、あ最後の締めですよね、はい、あのよくお酒飲んだとラーメン食べたくなるって言いますよね。言いますね。僕一回もラーメン食べたくなったことないんですよね、お酒飲んで、はい、でもなんか後輩久々に会ったんですけど、その後輩も、はい、うん、ラーメンとかどうですかって、おいいねって間違って言っちゃったんですよね。間違えてノリですね、もう、はい、で行ってしまったっていう。ああなるほど、まあ、これは負けなのかはどうか分かんないですけど、まあでも葛藤する必要があったのかってことですよね、結局。まあそうですね、うん、じゃあいいですかね、それは。昨日は別に負けではないですか ね、 今日ちゃんと収録できてますしね、できてますしね、うん、ただお腹痛くなったっていうのありますからね。お腹痛い。ラーメンのせいですね。ダメなんですよね。はい、ああ、それ分かってて食べちゃってたんですかね。うん、多分お腹痛くなるなと思いながら、負けを見、負けることが分かって挑んだってことですね。ああ、なるほど。あ、でもそういう戦いもありますね。そう、あの絶対負ける戦いがそこにあったのに。挑んだ、もう挑んでしまう。あでもありますよね、はい、もう負けだ、これ負けてるなって思って挑むこともありますよね。そうですね、それはなんか勇敢なのかどうなのか分かんないですけどね。はい、確かに、まあいずれにしてもプラトンが言うように、もうプラトンの時代で言ってるわけですからね。これはもうなんか人間の普遍的な弱さなんでしょうね。あ普遍的ですね、間違いなく、はい、次は勝ちます。わかりました、はい、宣言しましたね、はい。はい、第178回をお送りしました。 J さん、はい、最近はなんかどこか遠出されたりしましたか？7月にあの北九州小倉に、まあ、旅行、仕事を持って半分旅行みたいな、あ、うん、感じで行きました。で小倉は、あ桃鉄っていうあのゲームありますけど、はいはい、ゲームで覚えたところなんですね。小倉市とかですか？北九州市かな、北九州市にある小倉、はい、まあ、小倉駅があるんですけど、で、まあ、桃鉄ではあの小倉の炭鉱とかが有名で、はい、まあ、桃鉄でいうと、僕桃鉄で覚えた駅は小倉と長万部なんですけど、はい、まあ、それはどうでもいいんですけど、その小倉で、でなんかこう知らないところに行くと大体僕記念館に行くんですよね。はいはい、でそれ行ってから分かったんですけど、あの松本清張の記念館があって、はい、小倉城のところにあるんですけど、はい、で松本清張自体は僕は知ってて、もともとなんで知ったかっていうと、もう誕生日一緒なんですよね。あ、そういう経緯で知ってたってことですか？はい、はい、でそれしか知らないです。あ、誕生日が一緒っていう、映画とかで、ただあの、はい、推理小説とか書いてる方で、そうですよね、だからあのドラマとかには結構なってるんですけど、うんうん、僕はでもそんなことも、まあなんか作家さんだなっていうのは
それぐらいしか知らなかったので、はい、松本清張記念館に行って、やっぱそうするとすごく興味持ちますね。これはまあ前からお話していることですけど、やっぱりその現地に行ってそういう歴史的な、まあ、博物館記念館もあれば、今回のようにあのその人の記念館で、そこで作品にまつわるなんかドキュメンタリームービーみたいなの見たり、 あとはあの直筆の原稿とかですね、そうなんですか、っていうのを見て、うん、そうすると興味持ちますよね。生い立ちとかがこうよく分かる感じなんですかね。生い立ちもそうですね、あの年表みたいなものは貼ってありましたし、へえ、そうか、当時は原稿を普通に鉛筆で書いてるっていう時代ですかね。ですね、原稿用紙にこう書いてありましたね。で、間違ったところはこうぐちゃぐちゃって塗りつぶしてたり、あと赤字で書いてあったりとか。へー、うーん、すごい、そういうの本物が残ってそこに展示してあるんですかね。まあそうですね、複写のものもあったと思いますけど、うん、あの実際のものも多分あったと思いますし。確かに興味湧きますね、うん、その人に対してグッと。そうですね、なんか当時起こった事件とかを元にしたその作品とかもあって、もう徹底的なこう調査をして、なるほど、うん、で推理もしてこう書いたりとか、なんかそういうのもこう興味をそそられるというか、作品自体もそうなんですけど、その作品を作る過程で何をしていたのかとか、イマジネーションだけじゃないんですね、やっぱり。そうですね、それはなんか、うん、なんか貴重な時間でしたね。でその近くにあの前輪っていうあの地図を作ってる会社の前輪の美術館もあって、前輪ミュージアムだったかな、でそこも行ったんですよね。何が展示されてるんですか。基本は地図ですね。地図、はい、まあ、それこそ伊能忠敬が日本中を 歩いて作った地図のこととか、はいはいはい、すごい、はい、それはちょっとすごいですね。あとはザビエルの時代に、はい、まあ、布教活動に来た時のやっぱり日本が どういう形なのかみたいなものとか、あと残ってるんですね、記録が。そうですね、なんか空想で描いた日本とか、変な形なんですよねとかそうね、あ、でもそういうことですよね、だって全体像絶対見れないですもんね。見えない、そうですね、面白い、はい、なんか千葉県の東側になんか3つ変な島があったりとかそれなんでそう思っちゃったんだ、分かんないですね、不思議、うん、でやっぱり布教活動はやっぱりこう長崎から入ってきてとか、やっぱりあの九州、まあ、西日本がメインだったので、西日本の地図はしっかりしてるんですけど、東日本の地図は何かを参考にして書いたとか、はい、へー、うん、なんかすごい面白そうですね、それも。そう、あとなんか江戸時代かな、その国防のために北海道がどういう形になってるのか、どういう感じなのかをこう作ってっていう、その国防のためには地図って作ったな。なるほど、もう守りようがないですからね、形分かんなかったら、広さとかも分かんない。そうですよね、だから、こんな風になってんだなって、その歴史をこう感じながら。面白い。うん、じゃあ J さんの場合はこう旅先出かけたらまずそういう記念館があるかないかっていうのを調べたりするんですか。結構調べますね。なんかどっか場所に行きたいとかいうよりも、そういったなんか人物がなんかこう展示されてたりとか、そういうところに興味の持ってき方が。そうですね、まあ、小倉城も行きましたけど、うん、お城はお城でまたいいですけどね。でもなんかそういう歴史上の人物というか、うん、なんかそういう人の記念館とかっていうのなんか好きですね。なんかリアルに存在したんだなってまざまざと分かりますよね。なんとなくおとぎ話の中の
世界の人なのかなって思っちゃいますよね、うんうん、そういうすごい偉人のこうやり遂げたこととか、うん、伊能忠敬なんかもう本当どうやって計測したんだろうって思いますもんね。そう、そうですよね、うん、そうそう、まあ、なんかそういう妄想しながら見てきましたね、また今回も。へえ、うん、面白そうです、非常に。いや、いいとこでしたね、小倉。またまたゆっくり回りたい、ね。ああ、そうですか。ですね。うん、ちょっと他にどういうのがあるのかっていうのが、まあ、唯一心残りが巌流島に行けなかったっていう。あの時間的に。なんか聞いたことあります。はい、はい、はい。宮本武蔵と佐々木小次郎が戦った島です。そうですよね。はい、そうだそうだ。もしくは、まあ、プロレス好きな方にとってはアントニオ猪木とマサ斎藤が戦ったところなんですけど。あ、そうなんですか。はい。へ、でも、まあ、宮本武蔵と佐々木小次郎ですね、一般的にはそこ逃してしまったんですね、今回。ちょっと時間的にその余裕がなかったので、うん、はい、まあ、また今度行きたいなという感じですね。あ、でもいいですよね、また そこもう一つあるって思えばまた行きますからね、きっと。そうですね。さて、この番組ではリクエストやご感想をお待ちしています。メッセージはツイッターやメールなどでお気軽にお送りください。また毎日配信の単語メール、ボキャブラリーブースターの購読もおすすめです。ジェイさん、今週もありがとうございました。どうもありがとうございました。 Right, thank you for joining us. See you next week.